はい、どうも皆さん、こんにちは。すっぴんで カメラの方を回してるんですけれども、なんとですね、本日コロナ療養8日目でございます。はい、というわけで、コロナ、にかかってしまいました。で、家族全員コロナ陽性です。はい。感染経路はね、幼稚園の集団感染でね、ちょっともらってきてしまったんですけど、まあ、しょうがないですよね。もうね、息子がもらったら親がならない可能性はあんまりないんじゃないかなっていうぐらい。なので、まあ、ちょっとね、もうもらっちゃってかかったんですけれども、まあ、症状だったりね、保健所の対応だったり、あとはね、支援物資。届いてるので、そのね、中身の、紹介だったりをちょっと今日したいなと思います。よろしくお願いします。はい。で、まず症状なんですけれども、息子3歳なんですけど、3歳の息子は嘔吐1回だけ、と、あと発熱ですね。最高で38.6度かな、が出ました。で、2日間、発熱で、3日目からは熱も出ず、元気な感じで食欲もあり、普通にも体調不良はないかなっていう状況でした。はい。で、大人の、私なんですけれども、私は、発症日になんかこう、体痛みたいな、で、なんか寝れないみたいな、で、コロナワクチン打った後の副作用みたいな感じ、の症状が出始めて、で、熱も出て、で、これ怪しいなと思って病院に行ったらやっぱり陽性で、で、発症当日よりも、2日目、3日目、そのあたりがね、結構きつかったですね。発熱。でもね、最高を9度は超えなくて、38.9とかが最高やったかな。はい。まあ熱が出ました。もちろんね、解熱剤も飲んでるんで、まあその影響もあって9度は出てないのかもしれないですけれども。はい。で、他に咳が結構ね、頻繁に出たり、喉の痛みがあったり。で、発症4日目に、鼻詰まりと、鼻水がひどくなって、で、匂いとね、味がね、その日だけちょっとしなくなりました。はい。で、5日目とかはね、熱も出ず、あ、もう治ったかなと思ったんですけど、やっぱりね、着てるとちょっとしんどい感じで、で、6日目、7日目もちょっとしんどい感じで、6日目なんかはやっぱりまた熱が出たりね、しました。まあ、そんな感じで、8日目ね、もう元気になったので、こうやって動画回してるんですけれども、まず息子なんですけど、私のね、症状が出なかったら、もう病院には連れて行ってなかったんですけど、その理由が、この簡易検査キット、家でできるタイプですね。これやったんですよ。発熱2日目の日に。で、そしたらね、普通に陰性やったんで、あ、で、まあコロナではなくて、まあ体調不良なんやなと思ってたんですね。で、あとあと、結局陽性になったので、まあ、これは、陰性で、で、あれ？なんか違うなと思って、インターネットでね、この検査キットについて調べてみたら、これほとんど陽性でも陰性が出るそうです。ここにね、研究用ってね、書かれてるんですけれども、これ研究用らしいです。あんまり意味がないみたいだ。そうなので、皆さんお気をつけください。はい。で、コロナ陽性になったら、当日か、翌日に市の保健所から電話が来ます。それまでのね、行動やったり、会った人やったりの、濃厚接触者の確認だったり、まあ、症状の確認だったりという、結構ね、3、40分の電話になるんで、まあ、その日はね、結構体調も悪かったんでね、もう電話自体が結構辛かったですね。はい。で、その時の電話で、パルスオキシメーター、持ってない人は、送ってくれます。送りますって言ってね。で、これ届いたやつで、療養期間が終わった後にね、返信用封筒も入ってるんで、返信する感じです。まあ、こうやってね、指挟んでね、酸素を測るやつですね。はい、こんな感じです。はい。
ちょっとね、髪もね、ボサボサで申し訳ないんですけれども、まあそんな感じで、コロナ療養、10日間自宅療養となりました。はい、家族全員自宅療養です。まあ全員も陽性ということでね、隔離も、せずに普通に、生活してます、お家で。で、私もね、旦那もね、近くに親がいないし、ちょっと近所にもね、まあさすがにコロナなんで買い物に行ってきてくださいっていうような中の人はちょっといないので、県からね、支援物資が、送られてきました。なんでその中身をね、ちょっとお見せしたいなと思います。ちなみにこれ段ボール1個が、5日分となっているみたいで、我が家にはこれが4つ、届きました。まあ、1人分の5日分なんかな。なので我が家は、1人分で言うと、20日分、届いた感じ。わかりにくいね。わかりにくい。まあ、家族3人で、まあ、息子3歳なので10日分大人用が2つ届いた感じです。はい、そういえば毎日ね、このパルスオキシメーター、で、測って、朝のね9時と夕方の4時になんか入力、アプリ入力もするし、あと息子に関しては5歳未満の子は毎日、電話確認ということで、もうね、毎日電話かかってきました。それ自体もね、朝8時半とかにかかってくる時もあって、まあ私寝てたんで、結構辛い時もありましたね。はい、じゃあ中身ちょっとどんどん出していきます。まずこちら、トイレットペーパー4つ入り。続いて、箱ティッシュ。続きまして、ペーパータオル。続いて、除菌シート。あと、マスク。はい、私群馬県なんですけど、群馬ちゃんマーク入りだそうです。それからアイスノンの冷却シート3枚入りが4つ。で、あと消毒スプレー、きれいきれいですね。はい。はい、次に水が2本、アクエリアスが3本。で、めんつゆ、桃園の、野菜ジュースが5本。で、こちら、これな、ウイダーじゃないんや、名前。ちょ、私、ウイダー自体しか知らんけど、これ何？ゼリーイン。ゼリーイン。イン。何これ、な、これ何？清涼飲料水って書いてある。はい、この、それぞれの種類が4つ。次、卵スープ。パスタ。あと、うどん。すごい。おでん。丸ごと野菜のスープ、白だしスープが2つ、ミネストローネが2つ、ポトフが2つ、あとお味噌汁で、あとこのご飯ですね、コシヒカリ6食分、それから鮭茶漬け、味のり、おかゆが2つ、麻婆丼と、カレー、それからコーン、あとはトロピカルフルーツの缶詰、それからマンゴー、それからフルーツミックス、パスタの、材料、キノコ、ミートソース、アサリコンソメ、それから具沢山のクリームチャウダー、サバ、グリコの丼亭が3つ、あとは、混ぜるだけの五目ご飯、ミックスビーンズ、焼き鳥、あとシーチキンのライトが3つ、あとサンマのかば焼き、サバ、紹介疲れた。あとのど飴かな、レモン、ビックスレモン、あとソイジョイが入ってました。はい、こんな感じですね、並べると。はい、めちゃくちゃたくさん届けてくれました。これがね、一人の5日分らしくて、我が家にはこれが4セット届きました。はい。ありがたいですね。ちょっともう買い物ね、行けないんでね。はい。はい。そんな感じでね、支援物資の紹介でした。まあね、やっとね、8日目になってね、回復したので、よかったんですけれども、まあ、ならないに越したことはないのでね、はい。皆さん、お気をつけください。
はい、今回紹介したのはね、群馬県の支援物資です。なんか市によって自治体によって全然ね、支援物資なかったりあったり、うん、全然違うらしいので、あくまでね、一例として、うん、見ていただければと思います。はい、それではね、そんな感じでちょっと今日の動画は終わろうと思います。ちょっとね、あと2日ぐらい、うん、3日ぐらいかはまだ外に出れないんでね、ちょっと早く買い物に行きたいな、お外出たいなっていうのはあるんですけど、我慢してちょっと療養しようと思います。はい、それでは見てくださりありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。バイバーイ。